はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はメダルモーメンツのウィスパー紹介したいと思います。こちらウィスパー真っ二つ切りにされてますね。メダルもウィスパーのフィギュアも。よいしょ、ウィスパーさん出しました。ウィスパーのフィギュアこちらです。面白いこれ。真剣白羽取り止めようとしてるんかな。お腹のところかなり真っ二ついっちゃってますけど。ブシニャンに切られちゃうんですよね、ウィスパーさんは。で、これメダルをここに入れれるようになってるんですね。うわ、すごい。よいしょ。ちなみにウィスパーのメダルこちらです。真っ二つになってますよね。日本にはないイラスト。すごいこれ。では、ウィスパーさん召喚してみます。妖怪メダル、セットアン。え？またよくわからへん。もういっちゃう。あー、そうですか。妖怪ウォッチに付属のメダルでやっぱ音声同じなんですね。真っ二つになってるから、なんかセリフあんのかなと思ったけど。はい、ということで以上今回はウィスパー真っ二つ切りのメダルモーメンツの紹介でした。